おはようございます。おはようございます。前回のサイコロというかね、前回振りましたね。1ヶ月前なんですけども、はい、振りました。あのと同じ、ボードの中身を書いている状態でスタートします。今日は10月29日ということで、今日から3日間、サイコロの旅、1年ぶりですけれども、行こうかなと思っております。で今回ね、まあいろいろ坂本さんはその時いなかったんで、サイコロフトいなかったし、はい、というわけで、こんにちは、皆さんこんにちは、こんにちは、YouTube でね、絶賛配信中のサイコロの旅でございます。はい、そんな、サイコロの旅も今回で10回目となります。サイコロ10ですね。ただ10回もやってますとですね、さすがに我々行くとこがない。そうですね、はい、普段行きたいとこを聞くんですけども、みんなどこでもいいと別にどこに行っても別にびっくりしないからってなっちゃってる。いや、マンネリ化ですよ、これ完全に。あー、そうやね、マンネリ化してしまってですね、ちょっといまいちこう新鮮味がなくなってきたんで、はい、で、旅に出るのは1ヶ月後ですね。今日10月の手前なので、はい、来月10月の末に、行きますのでね、はい、まあ、そこに向けて、まあ、これからどこに行くのかというのをまずは、サイコロで決めていこうと。1番ですね。はい、1番、鹿児島県です。まずはスタート地点としてね、鹿児島を目指そうじゃないかというのが1番ですね。はい、鹿児島県を選んだ方はどなたですか。はい、はい、まだ九州で行ったことない県で。あ、ないですか。はい、選んでみました。あ、ね、あ、ないのかな、意外ですね。2番は、坂本県って書いてるんですけどまあ、最近ね、常連なんですけれども、坂本さんが今回参加するんですけれども、はい、今日この場にいません。で、毎回騙されてる人です、あの人はね。うん、はい、なので、まあ、たまには坂本さんが行きたいところもいいんじゃないかということで、坂本って書いここに書いてると思うんですけど、今ね、字幕でね。はい、坂本県っていうのは、我々が普通に LINE で坂本さんに聞きますんで、なんとなく。行きたいところとかっていう話をするんで、あの人がポンって返したところに、一発目にも絶対行くっていう感じで。あの人はどこを言おうか、東京だろうが、北海道だろうが、言ったら行くっていう感じにやろうかなと思います。これはもう我々が本当に怖いんですけど、返事が怖いっていう。怖いよ。いうのが坂本県ですね。一番怖いやつ。3番が熊本県ですね。これは僕が入れました。熊本県はまあサイコロ1で行ってるんで、もう原点回帰ですね。一番最初に行ったと、近いんですけれども、まあ、近い分だけもう時間がもっとたっぷりあるので、移動時間が短いのでね。まあ、いろんなところに逆にあちこち行けるのかなということで、熊本県にしました。4番は広島県ですね。広島県選んだ方は、はい、はい、安定の長野さん、はい、はい、ですね。広島県かな。騙されて行ったみたいな。そうですね。ただ騙す気で行ったら全員騙されたゲストハウスみたいなところに泊まってましたね。そうそうそう、はい、ちょっとそういう苦いところがあるので、うん、はい、もっとこういい広島を見たいな。見たいと。で、5番がですね、5番が、鳥取県です。はい。今カメラを持っているね、ひなぎざわさんが、鳥取県をね、はい、選んでもらったんですけど、これはなんで、だからどこに行ってほしい、鳥取県の。そうですね、まあ、砂丘とか、まあそこ、まあ、もし可能であれば。砂丘行ったことある人？ない。あ、ないですね。じゃあ俺だけです。スパビーチぐらい。スパビーチとは比べもならないですよ。で、最後、6番です。6番が高知県と。はい、じゃあ高知県選んだのは一人しかないです。はい。原山工業の代表取締役です。どうも、原山です。高知は、まず行ったことない。うん、ないなぁ。あとは、坂本龍馬のなんか、その歴史みたいなのを知りたいな。美味しいものを食べて、それがメインですよね。そうですね。美味しいものを食べたい。基本的には美味しいものを食べたいというのはやっぱありますよね、我々はね。わかりました。では今日はその6つの中で、あと1ヶ月後に我々まずスタート地点として足を運ぶ場所を、選ぶ最後になります。あるんでね、まあ、いずれにしてもまあまあな距離ありますから、なんか緊張感が漂うと思うんですけど、飛行機は今回はないです。坂本県が出た場合は、坂本県にいた時はちょっとやっぱり飛行機が詰まりますね。そこだけが怖いですな。札幌とか言いますよ。言うかな、あいつ。怖いな。じゃあそこに行きたいと言いましょうか。1人出した人が、ポンちゃんを振るとですね。そういうことですね。わかりました。じゃあ僕が振ります。はい、じゃあこれも気軽に行きましょう。はい、
5。おお、いいね。5なので、まあ多分5は5はないでしょう。ちょっと安心な。よかったっすね。これ本庄なら鳥取ですよね。鳥取なかったからね。責任重大やね。これ1引かんきりゃ勝てるな。危なかったの、坂本くんやったかな。かります、3分の2で勝てる。よし、あーやばい。よし、もうこれ見てますよ。やばくなってきた。1引かんきりゃ、こういうの多分6分出そうな感じがするよ。1引かー、1引くんだ。あはははは。あっということで、最高の振り手は長野さん。長野さんにも滑りを託します。リーダーシップみたいなのがあるな、はい、やっぱここからは元気よく行きましょうか。じゃあ、はい、あーちょっと待って、ほんとこれ緊張するな。やべえな。よしよし、全然いいっすか。いいっすよ。はい、じゃあ何が出るかな、何が出るかな、まさにコロバカスよよ、いやー、3、熊本の面白くねえ。よかった、でもなんか熊本県ですか。いや、俺はよかったと思う。これだけ煽ってよ。まず拠点だから、拠点だからね、一発目の行くとこですから、はいはいはい、いいんじゃないですか。まあ、どっちも行けますからね。そう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 、これは坂本さん多分ね、逆にこれ信じないですよ。2泊3日の工程組んで熊本県って言って今まで札幌でやってる人が出発して道中、どうせ嘘なんやろってずっとあいつは多分思いますね。熊本なわけねえ。そうです。はい、きますので、じゃあ、記念すべき最高テーマはやっぱりですね、原点回帰です。原点回帰。サイコロ1は熊本県だったので、一番最初のサイコロ。そうですね。なのでね、やっぱり原点回帰で言ってたんですけど、もともと本当の原点回帰になりました。そうなりました。はい、では我々じゃあ熊本県の方に行きますので、はい、1ヶ月後よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、一応そのこういう結果がなったっていうのは話してますが、まあ動画は見せてないので、まあね、半信半疑で多分今日は来ていると思いますけれども、はい、まずは今回ね、なんとユニフォームが、サイコロ5以来ですね、ユニフォームができまして、今回は原山画伯がイラストの方を描いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今私たちは映ってませんけれども、全員色は違いまして、今背中をね、見てます。これはあれですね、ロールザダイスって書いてるんですけれども、ちょっとね、こうちょっとロールザダイス、ね、はい、サイコロ、振るってことですね。え、書いてあります。ロールザダイス、はい、ロールザダイス、みんな一緒ですよ。ロールザダイス、はい、で、まあ自然にね、こう分かる。ちょっと違いますけどね、この坂本さん若干特別仕様ですよ、リーダーですから。リーダーの俺なんか違うよ、特注ですよ、はい、で、背中、いや、いいですね、うん、はい、え、みんな個人のあれ特注、ズームインと、ズームインって書いてあるんですよ。これはもうね、坂本さんだけ特別仕様でございます、ね、なんて書いてますか、はい、向こうの読めない。僕はすぐ分かりましたよ、さすがに。はい、はい、その辺を。おー、正解ですね。マジで。ぜひね、これも普段着で着てもらいたいなと。まあ、ということで、今僕は黒で、長野さんが赤で、画伯が、これグレーじゃなくて、コンス、うん、でオレンジ、で、ネズミ色というか灰色というかグレーですか。ございます。で、みんなね、色がありますん で、一応これまた受注生産で欲しい方がいたら画伯が作ってくれるかもしれませんので、もし、まあ、これからのね、旅の動画を見てもらっていいなと思えば、ぜひ行ってほしい。穴を掘るならお任せ、世界の原山工業。といったわけで、前置き長くなりましたが、これから、最高10、スタートしていきたいと思っております。で、前回はね、最高で熊本県と出ましたので、はい、今回は熊本県の方に我々、最高のメンバー行かせてもらおうかなと思っておりまして、まず熊本県の中での、最初の第一投、サイコロ振っていこうと思うんですけれども、紹介していきましょう、はい、まず、1番、はい、阿蘇ミルクファクトリーですね。乳搾りですか、搾りするのかな、はい、これはこれはモカ君の枠です。モカ枠を1個つけました。あ、はいはい、で2番ですね、こちらが杖立温泉。これは画伯の目です、はいはい、で3番、3番が夫婦抱きですね。え、はい、これは私の枠です。
夫婦だけ夫婦ですね、まあ夫婦と書いて夫婦というか、うん、まあ夫婦だけだったら逆だと思うんで多分夫婦だけだと思います。はい、想像してください。ただの滝ではないです。はい、4番アメウシの滝。アメウシ、これは多分原山さんがちょっとびっくりするんですね。滝2つですね。滝行ったら、うん、はい、滝シリーズ。滝シリーズ、まあ基本的には自分のやつ以外は調べないという方針で、うん、で5番、5番が、阿蘇プラザホテルですね、うん、これは坂本さんですね、はい、プラザホテル、はい、まあ前々からずっと行きたいって言ってましたので、はい、何があるかっていうのはまず調べたらすぐ分かっちゃうんで調べない方がいいと思います。長野さんは多分知ってると思います。ホテルに何かある、ホテルなんかある。え、俺、はい、ホテルで最後6番、タコ森湧水トンネル公園。これは長野さんですかね。ああ、そうですね、ですよね、はい、なので割とこうやっぱしどうしてもその阿蘇なんで、うん、まあ、どれも自然かなって、ホテルだけがちょっとまあ自然から離れてる、うん、とは思うんですけど、あとは大体自然なのかなっていう感じのサイコなんですけれども、まあ、おそらく今回スケジュール的には熊本3日間なのでかなりサイコロ振るということは予想されますのでね、今回多分1人1回は絶対振ると思います、うん、はい、はい、そうね、というのを前提で最初誰が振りますか。あ、坂本さんかな、今いなかったからね。そうですね、うん、坂本さん今回振ってませんから、坂本さんに第一投振ってもらうと思いますのでよろしくお願いします。はい、ちなみにですね、今ねバリウム飲んできてますからね。バリウム飲んで、バリウム明けで寝不足からの夜勤明けのバリウム飲んでからのサイコロスです。じゃあどうぞ。じゃあそれでは行きましょうか、はい、第1投目でございます。はい、お願いします。はい、行きます。お前の投お願いします。はい、はい、出るかな、はい、何が出るかな、ゴロウリメに待ってよ。さあ行きましたか。4、あ、お、あー、何それ、あ、アメウシの滝です。アメウシの滝です。ちょっとこれも全然わからないんで、僕もどこにあるのかわからないんですけど、まあ阿蘇の方なのかな。武田武田ということはまあ近いですね。近いです。おお、では今から我々はもう聞いたこともないんですけど、アメウシの滝というところに行って、まあ僕も何があるのか知らないし、もう滝です、わかんないですね。滝、まあですね、でとりあえずまずはね、滝に打たれるわけではないと思いますけれども、はい、きっと打たれるとしたらもう長野さんが打たれていただいて、はい、いろいろ悔い改めることもあるでしょうか。こんな寒いのに。それでは、はい、我々アメウシの滝の方に向かっていきたいと思いますので、はい、まずは旅のスタートの号令を、はい、恒例の、恒例の、はい、坂本さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。第一歩は、アメウシの滝に向かってズームイン。マスクがちょっとね、マスク外していきましょうよ。どうせ今から3日間ねずっとしてるんだから、もう関係ないと思います。このメンツに関してはだってずっと車の中いるんだから3日間。そうですね、はい、じゃあもう一歩いきましょう、じゃあ最後までまず第一歩はですね、アメウシの滝に向かってズームイン。はい、本当にね、行くか分かりませんけど、アメウシの滝にね。これもフェイクみたいな感じで。ほんまやで。ほんまやで。お前ら、長野とか言いやがってよ。もういいよ。いや俺認めよ。認めないよ俺は。嘘シャツは出てこいよ。